航空における航空空港の位置航空空港の地図航空空港はアイルランドの航空ク圏航空にある国際空港。空港コードは多く。航ーク空港はダブリン空港に次いで国内で2番目に利用者数の多い空港でアイルランド島内ではダブリン空港、ベルファスト国際空港に次いで3番目に利用者数の多い空港である。ファーマーズクロスとして知られる地域の航空。 市内中心部から南へ 6.5km に位置している。2018年、航空空港は239万2821人の旅客数を記録し、年間で3.7%増加した。エアリンガストライアンエアの拠点空港の一つである。標高 153m の航空空港は、霧が発生しやすく、運転が低い場合がある。軽機着陸装置が、 カテゴリー2に引き上げられ、主滑走路の305メートルの延長と合わせて、迂回の数が大幅に削減された。しかし、厳しいワルテン工事には、延長やシャノン空港、ダブリン空港、ケリー空港などへ迂回する可能性がある。同様に、これらの空港からの迂回路が時折航空に着陸する。主滑走路の長さがそれほど長くないため、ワイドボディ機は不定期に。 航空空港を訪れる。例を挙げると、マンスターラグビーチームなどのスポーツイベントへのチャーター便などが発着する。1957年にアイルランド政府は航空の空港建設に同意した。様々な敷地を検討した後、空港をバリーガルバンに建設することが合意された。1959年に、 推定100万ポンドの費用で空港建設を入札者が招待された。エアリンガスト・カンブリア航空による開港4日前の飛行を実証した後、空港は1961年10月16日に正式に開港した。ビンセント・ファニングが最初のマネージャーだった。初年度の空港での乗客数は1172人で2007年の1日、 あたりの平均乗客数に近かった。1964年3月29日、最初のジェット機である英国海外航空のデハビランド DH-106 コメットが航空空空港に着陸した。1969年までにエアリンガスはロンドン、マンチェスター、ブリストルに向けて運航していた。1975年、当時の空港当局であったエアリアンタは、 ターミナル施設の改善を目的とした旅客ターミナルの調査を行った。この調査結果により、今後の2年間で出発ロビー、到着ロビー、オフィスビル、インフォメーションデスク、オフィス、ラウンジが設置された。新たな拡張と施設は1978年にオープンした。1980年代は、シュエプロンの延長から始まった。ロンドンへの路線が始まり、 エアリンガスコミューターがダブリン空港への国内線を開始した。エアリアンタは1985年に大幅な成長を遂げた後、大規模な拡張開発計画を実施することを目的とし、ターミナル施設の調査を行った。1987年6月8日にライアンエアは航空空港に就航し、翌年にはターミナル拡張開発計画の第一段階が、 完了した。300メートルの主滑走路延長が1989年に共用を開始した。1990年代は1991年にターミナル拡張の第2段階が完了し、1992年に第3段階が完了し、1994年に計画が完了したことから始まった。グレートサウザンホテルは2001年に、 空港の敷地内に開業し、推定1億4000万ユーロの費用で、新たなターミナルビルと付随的な設備投資工事の計画が立てられた。また、2001年末に向けて、新たに設立された、アイルランドのコミューター航空会社のエアランが航空を2番目の拠点とし、路線を開設した。ターミナルの建設に伴って、非分離道路から分離道路に増設され、 短期的な立体駐車場が建設された。ボーディングブリッジは元のターミナル設計に含まれていたが、航空空港を使用する格安航空会社の代表が、ボーディングブリッジを望まないこと、使用しないこと、料金を支払わないことを明らかにしたため、一つしか作られなかった。この状況では、空港公団のダーは施設の建設中にターミナルデザインから、 ボーディングブリッジを取り外した。2005年にライアンエアーはヨーロッパで15番目の拠点、アイルランドで2番目の拠点としてコーク空港に開設した。翌年、新しいターミナルは2006年8月15日に開港した。ヘルムース・オバタ・カッサバウム及びジェイコブス・エンジニアリンググループによって設計されたターミナルは21世紀のアイルランドで最初に 建てられた空港ターミナルビルだった。2008年4月、航空空港公団の理事会は、一票で、ダブリン空港からの独立を確保するために、航空空港の再開発において、ダブリン空港公団が負った1億1300万ユーロの債務に対する責任を受け入れることに同意した。これは、航空空港公団が無借金で設立されるという、政府の約束にもかかわらずだった。 航空空港公団委員会はまた、航空空港が課されていた債務のレベルと、その将来の持続可能性への潜在的な影響についての強い流報を述べた。2008年4月下旬、航空空港公団の会長であるジョーガントリーは、同年7月末から辞任を発表し、ゲリオルッシュが同役職に就いた。アイルランド航空局は、古い滑走路から、 滑走路の西に 1km のところに新たな完成塔を完成させた。総費用は750万ユーロで、イヤーが全面的に資金提供し、政府からの資金援助はなかった。2007年8月に着工され、2008年6月に完成したが、市運用は2009年10月中旬まで行われた。新しい完成塔は、 2009年10月20日の0時1分に正式に共用を始めた。2011年10月16日、コーク空港は開業50周年を迎えた。2013年、コーク空港は空港評議会国際ヨーロッパが実施した乗客の世界的な調査において総合的な顧客満足度で1位に選ばれた。調査では、 世界61カ所の地方空港で8つのカテゴリの顧客満足度を測定し、航空空港が最高得点を示した。2014年、2020年の目標より6年早くエネルギーコストを33%削減するという公共部門の義務を果たし、2014年の持続可能なエネルギー賞の公共部門で1位を獲得した。2016年、 航空空港はブリュッセルの EU 広報賞で企業キャンペーンオブザイヤー賞を受賞した。これは主に大西洋横断ルートを確保する取り組みがこう、そうしたためである。また、ドローンなどがヨーロッパ全土で航空機に接近、または離陸する際に起こった事件に続いて、航空空港から5キロメートル以内に、 無人航空機なしのゾーンを開設したアイルランドで最初の空港となった。しかし、2017年4月の間に少なくとも2台のドローンが空域に侵入した。2017年6月、第27回空港国際評議会ヨーロッパ総会で500万人未満のヨーロッパで最高の空港に選ばれた。 1961年の開港以来、空港は、運輸、電力省によって管理されていた。エアリアンタは1969年4月1日に、航空空港とシャノン空港を統括し、空港の資産は1998年の航空運輸法に基づいて、会社に譲渡された。エアリアンタは2004年の国家空港法に基づき、ダブリン空港公団に解消され、 コーク空港とシャノン空港を管理していた。2012年12月31日の23時59分には、シャノン空港が独立し、ダーはダブリン空港とコーク空港のみを管理している。2013年7月、ダブリン空港公団はアイルランド政府によって、正式にダー公開有限会社と改名された。 この変更は、主にダーの全体的な機能と関連性がほとんどないと思われるダブリンと公団を名称から削除したことだった。2014年11月6日に発行した。航空空港のターミナルには、保安検査場の前後に小売店、レストラン、両替所、ラウンジがある。8つのゲートがあり、そのうち2つには、ボーディングブリッジがある。無料無線欄は、 ターミナル全域で利用できる。旅客ターミナルに隣接するホテルがビジネスパーク内にあるコークインターナショナルホテルと空港敷地内のターミナルの向かい側にあるコークエアポートホテルの2軒がある。夜のコーク空港2013年、コーク空港は2023年までの空港全体の開発に関するマスタープランを完成させた。この計画では 現在空港の北東にある貨物エリアが敷地の南東に移動し一般航空エリアが空港の南西の主滑走路の反対側に移動することが想定されている貨物エリアの撤去からのスペースを使用しターミナルを北方向に延長し航空機の駐機場を2倍にする可能性があるまた旧ターミナルビルが撤去されることを要求している国道 N27 号を各方向に2車線に増線したり専用バスレーンを追加したりするなど輸送インフラストラクチャーの並行計画も存在する空港の入り口にある環状交差点は地下道で強化される2017年2月に訓練保安検査レストラン施設のために400万ユーロが空港に投資され既存のレストランがランドサイドから エアサイドに移転することが発表された。2020年6月現在の就航都市は以下の通り。航空連合は雨季の通り。SA、スターアライアンス、青、ワンワールド、ST、スカイチーム小松野は、格安航空会社航空空港の乗客数は1998年から2008年までの10年間。 年々平均約14.8%増加し、約130万人から320万人を超えた。しかし、その後の7年間で、乗客数は2015年に210万人をわずかに下回った。乗客数は2016年に増加に戻り、前年比7.7%増の223万人の乗客となった。2017年には、 この数は230万人に増加し、2018年には、さらに4%増加し、約240万人となった。9.3ヘクタールのビジネスパークが1998年10月から空港に開発された。2017年の時点で、ビジネスパークには、アマゾン、IBM、バンクオブ、ニューヨークメロン、ロジクール、アビバなどの50を超えるテナント企業がある。 コーク空港の外バスエールンは、コーク市内中心部からキンセールから、季節運行で県名から、空港へ運行している。225番線は、コーク空港とバリーガーバンを経由し、カリガラインとリンガスキディを結んでいる。シティリンクアイルランドとバスエールンは、ゴールウェイからリムリック経由で空港への路線も運行している。タクシーは、到着口の外にある、 タクシー乗り場から利用できる。2020年9月現在、航空空港への鉄道路線はない。最寄りの駅は、市内にある、アイルランド国鉄のコーク県と駅である。航空空港は、コークの北、西、または、東から来る場合は、国道、N27 号線の南端にある、コーク市内中心部から7 5トルにあり、金セールからの地方道 R600 号線の末端に、 ある。ダーは空港内のすべての駐車場を運営しており、敷地内には短期と長期の両方があり、合計で4600を超える駐車スペースが提供されている。また、ターミナルビルの到着ロビーにはレンタカー会社もある。ありがとうございます。